外神殿は見た目以上に損傷が激しく、再び敵が攻めてくればリアナを守るどころではないという状態であった。エルヴィンたちは仲間に加わったカルザスの少女シェリーの勧めでカルザス城でリアナを保護してもらうことになる。カルザスは周辺諸国をまとめ、反帝国の旗印を挙げた同盟国の中心的な存在である。カルザス城を目指し森を抜けたその瞬間、彼らの目に映ったのは炎竜兵団の猛攻に耐え忍ぶカルザス城の姿であった。いくら守りの固いカルザス城とはいえ、猛将バルガスの率いる炎竜兵団精鋭部隊の前にあまり長くは耐えられそうもない。今カルザス城を巡った激しい攻防が繰り広げられようとしていた。様、帝国軍に城を包囲されてしまいました。私としたことがすっかり不意をつかれてしまった。ここはバルガス様、我らの陽動作戦が成功したようです。現在のカルザス城内には守備の兵力がわずかに残るのみです。うん、ゾルムとモーガンらはうまくやったようだな。奴らを組ませるのはどうかと思ったが、ここはバルガス様、背後に敵が。何？ここがカルザス。あれは炎竜兵団か。姫、みんな、姫が戻られたぞ。おお。え？姫、
です、みんな。どうやら無事のようね。それにしても人が留守の間を狙うなんて帝国軍らしいやり方ね。なん、これもまた兵法や。あの程度の作戦も見抜けぬお前が愚かなだけのことよ。バカにしたわね。絶対に許さないんだから。しかしシェリーがカルザスのお姫様だなんて、お姫様のイメージが崩れちゃうな。ヘイ、今何か言った？別に。とにかく城が落ちる前に援護するんだ。ありがとう、よろしくお願いするわ。We'll be right back.